でお召し上がりですから。それテイクアウトなのよ。これちょっとやばいよね。明らかにね、もう寿司三昧ポーズやる途中みたいになってるからね。え、も、盛り上がってこ。でも、まやちゃん、笑顔を崩さず頑張ってる。待って、サザエさんのエンディングじゃないんだから。で、第3話。あの、音楽性の違いっていうワードはさ、こんなに便利なものだったんだなって今すごい思った。すべてね、すべてのことが音楽性の違いで片付けられる。マヤノ、ちょっと待って。姉さんサングラス。2個ついてるから。代打でね、入る大丈夫かな。やります。ちょっとみんなのジェスチャー、あれ昨日見たさ、くるくると一緒でジェスチャー揃ってなかったけど、やりますと、いえいえの。これめちゃくちゃシュールじゃない、この絵。こんな熱狂してるよ、お客さんたちの熱狂度合いすごくない？ちょっと待って、なんかすごい時代劇始まりそうな感じの、なんだこの音楽は。何が始まったの？世を捨て、情けを捨て、一人歩く黒猫マヤノ。ですが彼女にも唯一捨てられない夢がありました。すごい、ちょっとミュージカルっぽい感じも。何もせず美味しいご飯食べて、食うたら寝たいやん。ちょっとこれさ、これさ、夢って言っていいなら私も同じ夢あるんだけど。え、まさにさ、私が常日頃から思い描いてるビッグドリームなんだけど、これ。